皆さんこんにちは。ひきこもりスアワーの時間です。本日は2022年12月7日水曜日でございます。気温は11度といったところでございましょうか。まあ昨日に比べたらだいぶ上がりましたね。そこは安心です。しかしながら僕の体調は崩れましたよ。またもやちょっと声がガラガラ声です。すみません。喋りにくい上に、そしてちょっとお聞きづらい点がございましたら申し訳がございません。最近よく体調崩しますね。とは言っても熱があったりそういうことはないんですよ。ただ喉だけが、喉やちょっと鼻の奥ここら辺がムズムズしたりそういうことがあるだけでございます。はあ、もう今日は NG がないように願うばかりですよ。頑張りますね。では行きましょうか。僕の昨日のお夕飯に。僕の昨日の夕飯はもやしポン酢だけでございます。これは結構な美味しいものでございますよ。もやしをですね、袋ごとレンジでチンをしまして、だいたい2分ぐらいですかね。2分ぐらいそのレンジでチンをした後に、それをお皿に移して、そこへとポン酢をドバドバっとかけるのでございます。とても美味しく食べることができました。ただもやしって栄養はどうなってるんです？栄養、そこが気になるのですよね。でももやしをおすすめされたんですよ。もやしいいよって。ですからもやしをちょっとチョイスしてみた次第でございます。あとえのきは栄養があるんですよね。えのきも栄養があると聞いたのでえのきも購入したんですよ。そうしたらえのきってちょっと切ってあるにもかかわらず下の方が黒いじゃございませんか。あれ、なんで黒いの残してるんです？黒いの。もしもその黒いのを残しているご理由がお分かりになりましたら、お便りをよろしくお願いいたします。だって切ってあるならば、どうせ切るのならばもうちゃんと黒いところも切っちゃって白いところだけにしちゃえばよくありませんか？どうなんですかそれ。それとも黒いところも食べるべきなんですか？そこが僕は謎でございますよ。ですから本当に知りたいんです。その黒い部分をなぜ残しているのか、その理由を。僕の場合でしたら切っちゃった方がいいなと、もうただただそう思っているばかりですよ。とのことでして、本日もご質問を投げかけた次第ですが、最近は帰ってくることがございませんよね。あ、そうでした。申し訳がございません、はるりゅんさん。実ははるりゅんさんにコメントをいただいてましたのに、そのコメントを気づくのがものすごく遅くなってしまったのですよ。申し訳がございません。ただもう謝らせていただきます。せっかくのそのコメントに対して何の反応も示しませんで、もう気づいたのがもう何週間後でした。何週間後ですから、最近はるりゅんさんからのお便りもいただけてないのでございますか？そうですよね。本当にすみません。なんでコメントに気づけないんでしょうかね。そこが分かりません、本当に。ですから、もしもコメントで気づいていないなと思った時がございましたら、お便りコーナーへその旨を投稿くださってもいただきたいのでございます。お便りコーナーでしたら今のところちゃんと拾えてるようですからね。コメントが随分返されてないけどどうしたのかなということは、ぜひともお便りをよろしくお願いいたします。とのことでして、ハリリュンさん改めて申しますが、申し訳がございませんでした。どうかまたコメントやお便りよろしくお願い申し上げます。はい、もうハリリュンさんへの謝罪会見でございましたよ。とのことでして、いよいよ本日のお便りの方行かせていただきますね。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、本日声が出なくてすみませんですか。でも精一杯頑張らせていただきますですから。もうどんどん声が出なくなってきました。もうすみません。しかも喋りづらくて、それなのにここまでお付き合いくださいまして誠にありがとうございます。ではでは。もう早速そのお便りの内容拝見しちゃいますね。じゃん、こりゃあ激安ですよ。こりゃあ激安です。どれだけ安いんですか。これはちょっともう半端じゃない安さでございます。はい、まあこれを簡単に皆様にご説明しますと、そうですね、多分日本が発祥の地だと思うのですけれども、歌を歌う機会があるじゃないですか。歌を歌う、はい、それをその機会のことをよくなんて言うんですかね、言いますよね。そういうように言いますよ。多分そのお言葉は海外に行ってもその言葉を使われているんじゃないかと僕の中では認識しております。そうなんです。それほど世界的に有名な言葉となっております。そのお言葉にそれがいくらかっていう値段が書いております。いくらかという値段が、それがワンコインですということでございます。つまりその歌を歌うのにかかるお金がワンコインみたいなことでございますよ。そうなんです。そのワンコインが通常ならば大きめのワンコインを想像するじゃございませんか。そこがそうではなく、なんと驚きの銅でできたお金のコインの値段でございます。多分合ってますよね。銅でできたお金のコインで合ってますよね。多分そうだと思いますよ。僕の知識の中で間違ってることがございましたら、ぜひともご指摘よろしくお願いいたします。もしもですよ、1時間万が一でもサンピアさんのお言葉の中には時間が書いてないんですよね。ですからもしも1時間でその銅でできたワンコインの値段だとしましたら、激安すぎやしませんか。ということはお時間が書いてないので、もしかしましたらまあそうですね、1秒とかそういう感覚かもしれませんよね。1秒でそのワンコインっていう可能性が否定しきれません。そういう可能性もあるかなと思っちゃいましたよ。ですから高いのか安いのかは謎のままでございますが、とにかくその歌うシステムワンコイン、これにございます。どうでしょうか。なんとなくお分かりになられました？結構ご説明した的にはまあまあちゃんとご説明できたかなと、そういう気分にはなっております。ですからそろそろ行きましょうか。だんだん今声が出るようになってきました。これが不思議ですね。なんでしょうね。やっぱりこの放送へ向かう姿勢や緊張感、そうしたものが僕の体調をなんかこう気力で回復しているのでございましょうか。とはいえまだまだ喋りにくい次第でございます。ですので行きますね。もうすみません。本日は行かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言、どうぞ。カラオケ10円